ゲームのルール説明を行おう。まず56名のプレイヤーの中からランダムで1名トレーダーに選ばれ、選ばれなかった残りのプレイヤーはイノセントとなる。その後イノセントとトレーダーは別のチームに分けられる。戦力比率はイノセント複数対トレーダー個人だ。イノセントたちはたった1人だけ紛れたトレーダーを殺害すれば勝利となる。逆にトレーダーはイノセントを全て抹殺すれば勝利となる。そしてトレーダーは特殊能力を使うことが可能である。能力の種類が様々だが有利になるのは間違いないだろう。さあ正解設定が完了した。何が本当の正義か、それは今から戦えば分かるだろう。オス、メス、僕はカス。どうもハルキンです。それでは今回もね、マリオ人狼をプレイしていきたいと思います。それでは今回参加してくれるメンバーを紹介したいと思います。まずは、はい、キングダムハーツに出演が決定したオラフことレプチンです。どうもよろしくお願いします。おー、来年ですよね、発売ね。はい、ついにオファーが来たんで出ます。はい、頑張ります。そしてワールドカップ、マグカップ、ちなみに私は B カップ。どうもフリーザです、よろしくお願いします。結構父あるんだね。そうなんですよ、胸筋鍛えてます。はい、そして皆さん自信は大丈夫ですか？僕はよくわからん駅で4時間待たされました。どうも小林です。大丈夫、自信気をつけてね。はい、気をつけます。パソコンを倒れないようにパソコン以外も大事にしてね。体よ、はい、体が一番大事だからね。そしてはい、スマブラ出演決定しました。よろしくお願いします、流れです。あ、結構スマブラ勢がいるけどね3人もスマブラ勢ね。本当だよね、半分以上スマブラ勢が。さあ、じゃあやっていきましょうか。よろしくお願いします。ゴール、ナイス、いきますよ。4 3 2 1。イノセント、人間です、人間です。銃声が聞こえましたよ。なんかバーって、レプチンさん死んだ？こんだけ早いということはこれ早っ。ホラさん、ん、何ホラさん、俺は何、俺いるよ、室内にいる。ちょっと私思うんですけど、こんなに早く展開動かすのって林以外に思いつかないんですよ。確かに。でも今回ほんまに俺じゃないですよ、俺エレベーターで遊んでましたよ、ずっと。流れさんがこんなに早く人をやるってことは年に1回あるかないかですよ。あそこのエレベーターか、ホラさんがこのエレベーターで遊んでたのか。あ、トシンさんも来た。林いますね。でも打ってこなかったですね。いや、俺ずっとここで遊んでたもん、ほんまに。ということは林じゃないんでしょうか。そう、亡霊じゃないですよ、俺。閉じ込められた。いやいや、これ、開きます。エレベーターですよ、これ。あ、そうなんですね、びっくりしましたよ。出れますよ、ここ。おお、親切ですね。ちょっと待ってください。ホラさん、こっち来てます。あ、ホラさん、怖いですよね。怖い。さっき一回で、これさっき一回で、ホラさん、スルーって言ったの見たいんですよ。なんでビビられてんの？あれ、流さん？どっちなんだ？流さんは。あれ、流さんは。あ、なんか持ってる。オロキャン。よし、勝ったー勝ったー。すごい。5 4 3 2 1。イノセント、人間です、人間です。みんなサッカー見てる？もちろん見てますよ。ちゃんと応援してますか、日本代表？勝ったの知ってる。あの、日本勝ちましたよね。コロンビア、ツイッターで聞きましたよ、ツイッターで。一戦目人狼誰やろ、一戦目。ちょっと待ってください、今誰ですか？今レプチンさんが窓打ってましたね。あ、そうなんですね。また小林来てる、やだ。大丈夫ですよ、林の後ろ私いますからね。何かあった時は言ってください。やっちゃってもいいよ。ここで一緒に盛りましょう。ここで一緒に盛りましょう。ここで。いや、小林が完全に白だって分かったら持ってもいいけど、まあ怪しい。そうです。完全に白っすよ、俺。イボル？いや、イモル、イモル、イボルじゃないよ。イボルはあなたでしょう。そう、イボってんのはあなたでしょう。ケツ。確かに、はブラジオールですよ。あり？流れさんいないですね。いるよ。ドック？みんなどこの、どこにいんの？どこにいるんだ？怖いですね。怖いなぁ。ここのマップ結構広いんですかね、今回。さっき開幕ホラさんにこうサクッと殺されたから。そうですね、用心しなきゃ。ここ広いからね、結構。あ、トシンさんいた。どの銃が今回有効なんでしょうね。トシンさん、じゃあ一緒に
行動しよう。よろしくお願いします。強武器がないですね、ここ。中にバイアスがいます。強武器ないね。ファマースとかないね。ん？呼びました、誰か今、俺。バイアス、ここにいますね。バイアス、あ、おさ、この今。ホラさんが死にましたよ、バイアス。今の俺じゃないよね。俺見てたんだ、ソシンさん。俺サッカーしてた、遊んでたよ。見てました、見てました。うん。これ出るの危険ですよ。俺やばいですね。あれと、てか、ホラさん、ドアに挟まって死んだんじゃね。え？いや、でも、サイレントの音したよ。パラララって。うん、した。っていうこと。サイレント。ちょっと待ってください。今、流れさんが便乗してきましたね。いや、体育館にいたもん。体育館でこっちの部屋にいた。本当だよ。どうします、林。トシンさん、トシンさん。へいへいへい。俺、今のでハットトリック決めましたよ。おお、そんなことはどうでもいいんですよ。今、尋常中ですよ。ホラさんが誰にやられたか推理するのが先でしょ。そうです。何ですか、話そらしたの、今。でも俺ほんまに違いますよ。俺だって俺私思うんですけど、確実に流れさんとレプニーさんの二択なんですよ、ね。まあそうですよね。俺トシンさん、トシンさん、俺のそんな言い方なんか、ちょ、上割られた、上割られた、トシンさん上に俺ガッ。私いないですよ。バヤシ？これ流れさんですね。流れさんだな。これ今確認しましたよね、バヤシを撃った後。どこにいるか分かってますからね、流れさん。どこだ？いや、分かってない。どこにいるか分かってますからね。ひゃー！あー、次々やられていく。あれ、誰か分からん。いや全然分かんない。あと屋根の上に流れさんいたわ。全然分かんない。屋根の上にいたわ、なんか。全然みんながどこにいるかわかんないな。いやもうバリバリレーダー使ってるし、それですね。その言いぶりはわかんない。レプチンさんが学校というか建物の中にいるのがわからん。怖すぎる。どうしようどうしようどうしよう。力をくれ。思ってるでしょ。くそ、やばいやばい。絶対やばいと思ってない、それしかも。違うの、本当にやばいの。緊急事態なの。おっ。鬼の力で上行ったんだと思うけど、普通の人は上行けないからな。強い強いね。今日人狼よく勝ちますね。超近距離。うっそー。スナイパー。5、4、3、2、1。イノセント。イノセント。いやーもう俺今日来ない日やな。ちょっと予言していいですか。はい。確実に今回もホラさんですよ。いや俺違うよ、俺違うよ。皆さん、よく聞いていましたか？今、イノセントと小声で1回だけしか言わなかったんです。はいはいはい。いつも2回言うのに、今回は小声の1回。確実です。確実で、本当に？今回、私の予想当たると思いますよ。マジですか？でもこれで、でもこれで外れたら結構恥ずかしいですよ。今、俺、レプチンさんやれたよね。今、この状況、レプチンさん、俺、やれたよ。本当ですか？やばい、引っかかった。私はあの人狼界の名探偵コナンって言われてホラさんが挟まってる。助けて。引っかかったらあのホラさん F ファンで、はい、あの小さくなる薬か大きくなる薬か繰り返すと、それやるか。本当に来たのかな、ルーなんだろう。出ることが当たることの方が珍しいね。そうですね。今回はじゃあホラさんじゃないと思います。本当ですか？ということは誰でしょうに、4択ですね、4択。真実はいつも1つって言いたかったけど、2つになっちゃうな、これだと。ちょっとポイント持ってないから、ちょっと小さくなれない。あ、ちょポイント。ちょっとどうにかして。どこにいるんですか？これでいいかな。これでどうですかね。お、結構マップ広いですよね。広いですね。ポイントゼロ。開けれないですか、これ。ちょっと待ってくださいね。2回ですか？うわ、香ばしだ。
林。小林。うっ。うってどうしたんですか。ん？皆さん。いやでもいやちょっと待って、トシンさん。さすがにね、はいはい、挟まって困ってるホラさんを殺すような腐ったやつじゃないよ、小林は。うん、身動き取れないやつ殺して、よっしゃ、勝ったなんて課長来るようなゲスのやつないよ、やつは。そうですね。前回は下痢気味でしたから、そんな汚いやつとは思いませんけど、うん、まさかこれで林だったら。いやいやいや、さすがにないと思いますよ。だってね、挟まってる人殺して課長来ったらダサいじゃないですか。あれ、流れさんもやられたんでしょうか。流れさんも一緒にやられましたね、これは。一緒にということは？ん？待ってください。林いるんですか。林さん、今いる。林いる。今ね、サッカー場にいた。え？黙ってるんですか。どこだ。見つけたらすぐにやります。うわあ、これ逆にやられたんじゃないの。見つけたらすぐにやりますよとか言ったら。まあでもサイレント思ってたら強いからな。あのレプチンさん信じて、俺じゃないねん。いや、それは本当に、あの、嘘だよ。それはそれ信じてくれ。俺じゃないよ。信じてくれ、レプチンさん。じゃ俺じゃないって証明したいから、あのレプチンさん場所教えて。俺 HP ないからな。ジュピさん、今こんな時代やねんけどさ、俺めっちゃおしっこ行きたいねん、俺。うん。行っといてよ。絶対殺すやん。ジュピさん、俺じゃねえってさ、証明したいからさ、あの、うん、どこにおるか教えてや。うわ、ナイス。ナイス、ナイス。ナイス、ナイス。モブ林だ。モブ林だ。今どこだったんすか。俺窓割ってるからさ、見に来たんですけど、どこいたんすか今。レプチン、窓を横で割ってた。5、4、3、2、1。イノセント、イノセント、イノセントしか来ないよ。いや俺今日来ない日やわ。おほら、いや、さっき来てたじゃねえかよ。取れた。ん、来てないっすよ俺。小林、なかったことですね、やめようぜ。来てたやないか。いいな、前回から私全然来てないんですよね。確かレプチンさんも来てなかったですよね。ないですね、来てないですね。来ない日です。来ない日ですね。俺も今日来ない日ですわ。うんうんうん。ということはホラーさんですね。いや、俺なんで俺なの。俺違うよ。いっぱい来てますから今日。誰でしょうね、全然にわかんない。ん、はなんか銃声が。まだ割ってないわけじゃないですか。俺は今レプチンさんが割ってました。あ、割れた。え、これレプチンさん。ん、え、窓割っただけ。あ、違いますよ、違いますよ。ここの部屋が開かないんですよね。この部屋、この部屋開かない。鍵みたいなのかかってて、ここの中に何かがあるってことね。なんか鍵かなんかあると思うんですけど、鍵かなんか探そうか。何が入ってるんでしょうね。なんか鍵が閉まった部屋がありますね、一つ。鍵が閉まった部屋。エロ本でも入ってるんですかね。ははは、これはあなたの家だけだよ。トシンさんじゃないからな。バレてしまいました。トシンさん、一緒に行こう。トシンさん、はい、いいです。何ですか、何ですか、ホラさん、何ですか。いや、一緒についてきてるだけ。ただあれ、撃たれて、今撃たれてよ。これじゃあレプチンさんですよ。私と林いますよ、一緒に。え、俺撃ってないですよ。窓ガラス割ってんすよ。窓ガラス割ってたっけ。流れさんのところジャストミートに割れたよ。え、俺カマで割ってますよ。外行きますよ、ずっと。怪しいな。この中に嘘つくんがいるようです。入っててください、これ。いや、でもトシンさん、俺が人狼やったら最初に出会った段階で殺しますよ、俺は。そうですよね。そこ、壁に向かって。あ、これ上がれんだ。お、すごい。あ、ここ上がれるんだ。え、相手、え、流れさん。流れさんだったか。全然わかんなかった。お、すごい、ここ。くそ。ちょ、なんすか、ここ。左から上がれるんだ。
私、マドリさんの真後ろにいましたから、に。5、4、3、2、1。イノセント。イノセント。絶対にイノセント。絶対なんてないんですよ。強調しますね。絶対イノセント。いや、別にいいじゃん、強調したって。そうだよ。いやいや、私、全然最近、ほんとトレーダー来ないんですよ。そうなの？まあ、それは運だからしゃあないよ。そうですね。最近運がないんですよね。ドラゴンボールスーパーも終わってしまう。いやで復活できたじゃん。そうですね。でも唯一あと私の仕事があると言ったらバイキンマンですかね。バイキンマンも確かにね。あちらの方でお給料もらってるんですけども、なかなかねギャラの方がもうそんな詳しくは言えないんですけど。やらしいやらしい、子供たちの夢を壊すようなこと言わないで。と番組が終わるとですね、はいはい、12月にでもドラゴンボールの映画やるらしいじゃないですか。あ、そうなんですよ。またフリーザ出るかわかんないけどね。そうなんですよね。出さなかったら鳥山さんをちょっと、でもなんか、はいはい、ジャンプかなんかに載ってましたけど、なんか出るっぽいですよ、出演。あ、本当ですか。よーし、視聴率上がりますよ、ありがとうございます。映画1本ってギャラすごいらしいですかね。そうです、そうです。ん、これホラさんじゃないですよね。いや、俺違う、俺だったらもう打ってるでしょ。そうですね、私が死んだら皆さんホラさんですからね。そうだね、背を向けておきますよ。どこだ、どこだ。あ、あ、レプチンさんか。レプチンさんだ、これぽいですね。違いますよ、俺じゃない。当たり前のように屋上から撃ってきた。屋上にいます。レプチンさんだって。いません、いません。白子よ、もう白子いって、ほんまに。これですね、平気でこっち向いて撃ってきた。この上です、この上ですよ。これじゃないです、これじゃないです。来たら撃ちますよ、俺じゃないですよ。どこだ。ほら、もう来たら撃ちますよって、もう自分が人狼ですって言ってみたもんや、ほんまに。じゃあこれ人狼多分しめしめと思ってるからね。これ中入った方がいいかもね。屋上にいるんだったら危ないかも。外だと。この餌食ですよ。あ、俺なんか鍵見つけましたよ。鍵見つけた。はい。じゃあちょっとジャッジメントルームあるかわかんないけど。そうっすね。俺は絶対違うんで、俺じゃない人入った方がいいですよ、これじゃ。いや、これ、いや、レプチンさんが先に入った方がいいんじゃないですか、これ。大丈夫ですか。これほらほら見て、鍵。鍵、ここで、ここで開かない、開かずの扉の。あ、ここですか、鍵。もう、多分使われた。あ、開いた。今、銃声が聞こえましたね。え？ワンパン！お？ワンパン！見られた！誰？小林？よーし、あと一人か。嘘やろ？今の流れさん、めっちゃ間抜きやったわ、ほんまに。レンプチンさん、降りていこうよ。いや、ちょっとやだ、どこにいんの？怖い怖い。探して。やだわ。俺、屋上の上がり方わからんからさ。降りてきて、レプチンさん。降り方わかんないわ。じゃあもう、諦めて飛び降りようや。なんでやねん。なんで俺が諦めなあかんねん。痛い。あっ！どっから撃ってきたんや。ワンパンでみんな殺したの？そう。やば。ごめん、嘘。流れさんだけ撃ち殺した。降りてきてって。いや、どこにおんねん。来いや。上がり方わからんから。降りるから撃つなよ、じゃあ。それは。なんで黙るんだよ。それは約束できないよ。降りるから撃たんでよ。ていうか、特殊能力使って上に二段ジャンプで来ればいいじゃん。もう変えないんですよ。嘘つけや、もうどうせ変えんだろう、どうせ。もう買えないんですよ。嘘ばっかだよな。貧乏やから買えないんです。リアルと一緒やんけ。そうなんですよ。なんか落ちたな。どこ？
もばし。はい。どこ？死にかけてます。で、デプチンさんに僕の体力の残り教えますよ。うん。3です。突っ込んできてください。嘘つけ。これマジで3ですよ、これ。あの、今、あの、多分ホラーさん、あの、俺にカーソル合わせて俺真っ赤になってますよ、俺。ナイス、ソシ素晴らしい素晴らしい、ハンドガンに負けてる体力3やもん。今日もぶいな。もぶいね。さっきもそうだし今日もぶいな。4 3 2 1。イノセント人間です、人間です。扉全部バグってないですか？バグってます。なんかガチ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 ってなってますね。なんかあのヒカキンのブートキャンプみたいな感じですよね。ブーツカツブーツカツ言ってますよね。え、なんか勝手に動いてる。これ挟まるから入んない方がいいかもしれないです。これ扉全部おかしいっす。ちょっと扉なんかおかしいね。なんかね、やばいやばい、なんかやばいやばい、扉がやばいです。扉がなんかガタガタ言ってる。あれ、流れさん、あの流れさんちっちゃくなってますね。なんかいや、これはまってるから扉が全部おかしくなってる。扉やばい、はまっちゃってる。ハマっちゃってるっぽいね。これ小林やってくるぞ、問答無用に。そう、小林じゃねえ、ほんとゲスだからな。小林今殴った、今殴ってました。違うんですよ、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 押してたんですよ、これ。あの右クリックで押せるんですよね、これ。ほら、ちょっと危ない、これ、トレーター来たらまずいよ。痛い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 。すごいです、ここのドアもチパチ言ってます。助けてあげようとしてるのに、撃ってくるとか。ナイスナイス、トシンさん冴えてる。確かではなかったんですけどね。いやー、モブイは挟まってる人と、その助けてる人を殺してほんま腐り切ってるわ。知らねえ。3 2 1。イノセント、イノセントです。ダメですね、今日はトレーター来ない日だ。これ今日俺とホラーさん多いですよね、トレーター。あ、そう、鍵がある。なんか、あ、なに、鍵見つけた、鍵見つけた、鍵見つけた。下にね、開かずの扉があるから。さっきあそこでやられましたからね、十分注意しときますよ。どこや、下。地下だね、地下地下地下。ここやられちゃうんだよな。これもう集まってきてるし。そうですね、僕はちょっと離れときますよ。俺地下の行き方わかんないんですよね。お、はい、っちや。じゃあ俺先に入るわ。いや、中さん入ってくださいよ。はい、ホラーさん大丈夫。待て、なんかパンチいる、パンチいる。小林さん、よーし、ダッサーダッサーい。バヤシだったんですか。バヤシ今日何回も来てんのにな、カットさせない。何回も来てんのに1回も勝ててないっていうこれ実力ですから。5 4 3 2 1。イノセント、イノセント。全然来ないな、トレーター。あの本当にレプチンさんと私だけ来てないですよね、これ。いや、俺レプチンさん来てますよ。レプチンさん結構来てる。さっきモブかったですよ。あれですよ、あの、一番のモブに会いたくね。あの、挟まってる人と、それを助けてる人をあの殺して、それで横からやられてますよ。ほんまにめっちゃモブいいっす。モブ、モブキャラっていうのは癒し系のキャラクターなんですか？何キャラなんですか？いや、まあ、なんていう、脇役みたいな、雑魚、雑魚やみたいな。目立たないやつですね。あ、義乳特戦隊的な存在ですね、なら。いや、義乳特戦、特戦隊はまあそこそこ。本当ですか？あの、ラディッツにやられた最初のおじさんみたいな感じですね。あ、そうだね。戦闘力5の方ですね。そうそうそう。名もないようなキャラクターですよ。そう、まさに小林みたいな。ですね。覚えましたよ。いやいやいや。なんか兄弟でサッカーしてる、ここ。サッカーしようぜ。ホラさん、今のでハットトリックですよ、僕。ハットトリック。今日2回目ですよ。これでモブじゃないですよ。いいですね。知らんわ。いつの間にサッカーゲームになったの？痛い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 。なんか、めっちゃ食らった。ガラスが、ガラス、え、ダメージ受けたの？今ので。
50くらいました。そう、ガラス落ちてきて結構くらいましたね、50っていうと。え、ガラスもそれダメージあるんですか？わ、なんかダメ、爆発した。ていうか多分これガラス人狼なりですよ、これ。ホラさん、これちょっとやばいわ。これ人狼なりですよ、ガラス。また扉バグってるぞ。でもそれができるって誰ができるんです？俺、必死にサッカーしてたから俺じゃない。ってなると俺も50になっちゃった。でも、あ、上行くのって流れさんぐらいじゃない？いや、上行かんでも、上行かなくてもあの指出てるんですよ、あのガラスのとこ。僕体育館のとこいますよ、すぐ横。体育館？いや、すぐ横でも発動できる、あの、E ボタン押して発動するやつやから。それ鬼だけでしょ？そうですね。え、なんで走ってんの？俺さっき鬼やったから。あー、ほんとか？ちょっと、ちょっと恥ずかしいぞ、恥ずかしいぞ、レプチンさん、これ外したら。いや、外した、恥ずかしいぞ、ほんまに。ちょっと、あのね、焦りすぎ。いいよ、俺ほんまにさっきサッカーしてたもん、俺。いや、あのね、なんでホラさんもほんとかとか言うねん。俺とかってすげえ焦ってるから。いや、小林ではないのは確かだよ。小林ではないのは確か。俺サッカーしてたよ。え、窓ガラス割れた時に小林もいたんすか？普通にサッカーしてた。サッカーしてたし、半分食らわされたよ。そう、俺も半分食らった、その後。話聞け、デブ。おい確かにデブだけどさ。あの、この間、私ですね、あ、なんでもないです、ごめんなさい。いや、いいよ、言って、気になる。いや、あの、どうでもいい話だったんですけどね。すげえ気になるじゃないですか。はい、あの、北海道にあるのかどうかわかんないですけど、あの、丸亀製麺っていうのがあるんですよ。ああ、いや、近所にあるんですよ。あの、レプチンさんがこの間、ツイッターで、あの何、はい、チキンタルタルうどん、ああ、食べましたよ。あれめちゃくちゃうまかったです。私今日行ったんですよ。いや、めっちゃ美味しいですよね、あれ。あの、ぜひ皆さんにも食べてほしいなってもらって、これ、あの、ちょっと丸亀さん、ギャラくださいね、ちゃんと。チキンタルタル、鳥天うどん。そうですね。ぜひ、あの、ホラさんにも食べてほしいんですけど。ん？美味しいっすよね。血の跡があるということは、これホラさん死んでますよ。食べずに行きましたね。食べずに死にましたか？あり？今生きてるの誰？これ生きてますよ。林？流れさん？待って、林黙ってる可能性あるな、これ。ザーボンさん、ニドドリアさん？お前、ん？ちょっと待ってください、これ。レプチンさんしか話してないですね。でも俺鬼だったら黙るくないですか？え？流れさんかな？ちょっと待って、今私レプチンさんの後ろ姿見たんですけどね。はい、これは今誰だ？林？これはいます。本当に誰かわからない。流れさん？え、誰これ？え、ちょっとレプチンさんと私しかいないですよね、これきっと。俺怖いな。早くしないと残り40秒ですよ。大丈夫ですか？え、待って、小林絶対黙ってるでしょ、これ。え？毒？残り20秒ですよ。誰だ？誰だろう？沈黙してても誰かわかりませんよ。これでも、レプチンさんと僕だけ以外にも誰か一人残ってるような気がするんですよね。小林がいると思うんですよ。あー、今のは仕方がないわ。うわー、レプチンさん、白濃いわ。僕ね、本当に信じてた今。うどんの話してる間にみんな殺されてたから。そうなんですね。トッシンさんのうどんの話がうるさすぎて俺の悲鳴も聞こえてないから。すいません。